ピアリーはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級。艦名はロバート・エドウィン・ピアリーにちなむ。ピアリーは1919 19年9月9日にフィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港。1920年4月6日にピアリー提督の娘、エドワード・スタッフォード夫人によって命名、浸水し、1920年10月22日に 収益した。1922年から極東で活動。1923年から1931年まで洋スコーパトロールに従事する。1931年以降は中国海域でアメリカ合衆国の権益保護のため配備された。真珠湾攻撃の知らせが届いた時ピアリーはフィリピンのカビテに停泊しており、 1941年12月10日のキャビテ海軍交渉空襲の際に爆弾一発が命中し、乗員8名が死亡。また、ピアリーに隣接する魚雷整備工場で火災により、魚雷の弾頭が誘爆を始めたが、ピアリーは総海底ウィパーウィルによって引き出され、火災はウィパーウィル特築艦ピルスワリーによって消火された。12月26日、 日本軍が再び現れた時ピアリーは航行中であり、近くに数発の爆弾が落下した。12月27日朝までにピアリーはネグロス島カンポメインズに着き、その日は偽装を行ってそこに留まった。5機が上空を通過したが発見されることはなく、日没後にセレベス海を通ってマカッサル海峡へ向かった。翌朝日本軍機に発見され爆撃。 ついで来撃を受けたが回避した。新年はオーストラリアのダーウィンで迎え、イゴダーウィンから出撃して、主に大戦紹介に従事した。2月15、16日、ピアリーはティモール島への増援及び補給物資を輸送する任務に参加したが、激しい空襲を受けたためそれは中止された。2月19日、ダーウィンは大規模な空襲を受けた。 ピアリーは急降下爆撃を受けて5発の爆弾が命中したが、1発は爆発しなかった。ピアリーは戦死者80名と負傷者13名を出し、2月19日13時頃に完備から沈没した。1942年5月8日除籍。ありがとうございます。